不条によるゲーム実況テラリア第33回やっていきたいと思います。今回はヘルベーターを地下深くまで作ったので、ここに、ここじゃなくて、もうちょっと上のところに拠点を作り、そこから足場を組んでいきたいと思います。高さ的にはここか、ここら辺だ。もうちょっと下か、ここです。よし、ここですね。ここに、足場を組んでいき、怖い怖い、組んでいき、あれ、ウォールオブフレッシュ対策用の部屋というか拠点を作りたいと思います。まあ適当に長くあれば大丈夫だと思うので、適当な長さまで拡張していきたいと思います。で、木の足場もたまに設置しながら、真っ暗だな、ほんと。こうか、これでいいですね。とりあえずですね、ガイドの人形などいろいろ拠点作りに必要なものは持ってきたんですけど、なかなか難しいと思うので、よいしょ。一人での作業はやっぱりきついですな。よいしょ。ここら辺の灰なども。よいしょ。あ、やべ。2個飲んじゃった。はい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 。いやー、やっとノーマルボードのラストボスですよ。長かったなー、こっちにしてみりゃ。おいおいおい。おいおい。ここに足場を組んどきますか。こんな感じで。どれくらいの長さがあれば大丈夫なんだろうな。まあ、一人だからな、結局。ほら、邪魔だ。邪魔だ。とりあえず石ブロックなどは持ってきたので、代用品などでも何でもいいので作っていきましょう。よいしょ。すいません、こんな感じでグダグダになると思いますが、前半は。もうヘルバット多いよ。でもこの伝説のナイトエッジがあれば、いやー、よかったですね、ほんと。一発で伝説が出て。ほんと嬉しいですよ。まさか出るとは、思ってもみませんでした。どれくらい長くしようかな。まあ、ジャングルに入るぐらいまでですかね。長いな、でも。それでも長い。まあ、とりあえず足りるところまで、この材料が尽きたら、まあ、一旦、部屋を作って、それで、あれですね。ウォルフフレッシュを呼んで、まあ、最後ラスト戦っていくみたいな感じですかね。もう、ここら辺がね、やっぱり一人でやると、きつくなるから。よいしょ、よいしょ。足場を、足場を。さよなら。よいしょ、よいしょ。まあ、とりあえずレンガで作ってますけど。まあ、石でも何でも。足りる分で作っていきましょう。さすがに泥とかで作りたくはないので。ね、できるだけ。よいしょ。これくらいの長さあれば大丈夫かな？わかんないからな、ほんと。怖っ。じゃあ、石ブロックに変更。
まあ、本当にジャングル入るぐらいまでで大丈夫ですかな。よいしょ、あー体力なくなる。やばい、ポーション飲もう。よいしょ。大変ですな、これは一人で作りながらやるとなると。あー、悪デモン。よしよしよし。まあ一応優しいなんで、これはね、本当に。優しいにしてよかった、これ、本当に。ジャングルなんて何回死んだことやら。まあそのおかげでアイテムもロストせずに、無事回収して、みたいな感じで。感じです。よいしょ、もうちょっとか。石をとりあえず敷き詰めていき。おいし。適当なところで木の足を作り、帰りにあれですね、松明を設置していきましょう。やばい。ほんとこの動画、これ作業ですからね、ほんと。なかなか面白くないと思います。よし。一応、右のいいとこまで行ったら、中央に戻って、拠点作ります、まず。それでこの動画終わりかなと思ってます。うわっと危ない。セーフ。ほいっと。ほいっと。もう、危ないってば、ほんとに。おっと、そろそろかな。よし、そろそろですね。石ブロック。結構使ったな、でも。やっぱり、あれですね。大変ですね、足場作るの。どこら辺かな？ここら辺じゃないかな。よし。右端はここで終わりということで。松明を置いていきましょう。あべ。さあ、逃げながら。あ、間違えた。あれ？松明切れちゃった？松明切れてる。作ります。よし。松明を乗せ地していきましょう。で、中央部分に戻ったら、まず拠点作り。ベッドとか何とか一式持ってきました。よし。こうやって走りながら戦うのが、普通なのかな？ウォールオブフレッシュ一人で対抗するにはいいらしいので。とりあえずこのやり方を。よし、来た。回避。どこに作ろうかな。とりあえず中央部分に。よいしょ。まあ、ここら辺かな。何で作ろう。木材。木材でいいかな。これ空中に作った方がいいよな。よし。まあ、仮ですからね、仮。よし。まあ、ジャングルに設置したみたいに。よし。お断りです。じゃない。ん？違う、扉、扉。
でもここら辺あんまり魔法ですからね、相手が。あー、壁作ってくんの忘れた。まあ、いっか。ワークベンチだよな。もったいないな、ワークベンチ作ったの。まあいいでしょう。設置して、壁を作ろう、壁を。木の壁。これくらいあれば足りるでしょう。もう地獄に、あれですよ、木材の家屋ですからね。よいしょよいしょ。足りるか、ギリギリかな。よいしょ。あ、当たりますね、ギリギリ。よーし、それではベッドを設置、お復活地点にします。で、あとは宝箱を何個置いときますかな。手荷物邪魔になるんで。あ、間違えた。こっち側にポーション類を。で、こっち側に、何を入れよう。まあ、雑貨とかかな。雑貨というか、人形と、まあ、いらないものかな。はい、ということで、拠点一応作りましたが、なんかやばいかな。あと何が必要なんだろう。松明でも置いとくか。うわぁ、向こうにいるのブードゥーデーモンじゃない？危ないな。危ないな。よし。じゃあ、左側も作っていきましょう。よっと。まずは、ここに木の足場を設置しておきましょう。で、石ブロック。石ブロック。お。体力がすぐなくなっちゃいますからね。こっちだ、こっち。来れないのか、そっち。危ないぞ。危ない、危ない。なんだ、ヘルバット。わーわーわー、危ない。ちょっと飲みますか。これ、ブーテでも倒したくないんだよ。危ない、危ない。セーフ、セーフ。よいしょ、回収。家の中から攻撃とかなしでしょう。え？あー。消えた。ダメだってば。ほいっと。よし、まあ、とりあえず左端をどこまで作るかは未定ですが、このまま作っておきたいと思います。では次ラストですかな。ノーマルボードのラストボス、ウォールオブフレッシュと戦いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。